先ほども愛縁起縁なんというような話がありましたが、これは誰しもありますね。今こうなっているっていうのはその前に何かこうきっかけがあるわけですよ。ですから今私が話し家やって、42年経ってますが、その前のきっかけってのありますね。そのきっかけもまあ些細なことなんですがね、今思い出しましてもゾッとしますね。私は深川で生まれましたが、あの空襲で追われるようにして池袋のちょっと隣の金目町という町に5つの時ですよ、引っ越しをいたしましてね。まあ親の勘が良かったんですね。あれ、あの深川にいたらそのまま全滅してますね、橋本家は。私橋本八郎っつうんでね、同業の入船亭扇橋、彼も橋本光長っつうんですよ。八郎より偉そうだろうなんて威張ってますがね、まあ同じようなもんですよね。まあそういうわけで、親のおかげでなんとか空襲は免れたんですが、それで区立のまあ小学校中学校高等学校行く時に、中学の3年の3学期ですよ、もう勉強は嫌いな方ですからね、落語ばっかり聞いてましたんで、ところが担任の先生、これがまたいい女でね、ゾクゾクっとするんですよ。その当時の年でもね、で橋本八郎ですから、はっちゃんと言われましたね、教室ではね、はっちゃんね、勉強しなくちゃダメよ、都立入んなさいなんぞ言われてね、ポーッとなっちゃった。ほいから試験勉強をしましたね。ほいで大塚にあります都立文教高校へ入ったんですが、中学3学期の入試のための勉強がつらいのなんのって、入学してほっとしましたよ。で入学式の当日ですよ、担任の先生がクラスの生徒の前で、諸君はこれから大学入試に向かってって一言言っちゃったんですよ。よっしゃいいのにね。ほいで私はもう、ここにいたら俺は潰されると思いましたね。もう本当に遠征的になりましたね。学校行くの嫌になっちゃった。毎日毎日また大学のための入試かっつんでね、で辞めたくなっちゃったんですけど、ただ辞めるわけにいかないんですよ。でそういう時は大体自分の好きなもののそばに身を置きたいという心持ちになりますよね。ですからその当時好きなものっていうのは、別にその当時の年ですからまだ女はいませんからね、落語ですよ。じゃあ落語家になれば落語のそばに身を置けるってんで、じゃあ落語家になろうっつって決心をしちゃった。だから高等学校入学の当日ですよ。だからその先生の一言で私の人生決まっちゃったようなもんですよ。だからあの時先生が逆にね、君たちは高校入試のためにいろいろ苦労して、疲れてきたんだから、まあしばらくの間落語でも聞いてのほほんとしていなさいよって言ってくれれば、その通りのほほんとしてまあ学校へ通ったと思うんですよね。だけどそれなかったもんですから、学校が嫌になっちゃったっていう、つまり先生の一言がいいんですよ、原因のいいんですよ、ね、で話し家になったっていうのが縁で、因縁の念ということになる。だから人間の一生なんていうのはこういうのがこんなになって転がっているようなもんですよね。まあ話し家になるって決心したのは私なんですが、だけどきっかけはその先生ですよ。だからその先生に感謝していいのか恨んでいいのかね、いまだに迷ってますが、煩悩としてそれ背負いながらこれから一生、残りの一生ですがね、話し家やっていくと思いますよ。ですからここで今私が落語一席やるっていうのは、何かの因になっているはずですよ。それがあとこれがどうなるかっていうことで念ですね、縁ですよ。ですから今日はただ単に笑えばいいというそういう問題じゃないですね。
大変なことなんですよこれは。まあお寺さんに行ってそういうような話を聞くと、ああなるほどな、人間っていうのは一人だけじゃ存在しないんだなっていうようなことからいろいろこう考えていきますよ。まあそういうわけでと振り返って落語を稽古していくうちに、ああなんだそういうような落語があったんだなんていうことを感じるようになりまして、まあやめずに済んだっていうのもそういうことなのかもしれませんね。だから海っぺりに潮干狩りに行っても愛縁起縁ってな転がってますね。ハマグリはホタテと鍋で巡り合いなんていうのがありますよ。砂浜の中でハマグリとホタテが住んでたのか遊んでたのか分かりませんけども、一つ浜辺で、ところが人間にとらべて同じ鍋でその貝が煮られるというのも愛縁起縁というものなんだそうですが、この野郎、おい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 何をしてんだ、取れやろ、おっと向こう行けお前は、なんてことをするんだ朝っぱらから、もう怪我でもあったらどうすんだ、そっち行ってろバカ野郎。親方、あっしはね虫のせいや勘のせいでこいつ殴ってるわけじゃねえんだよ、今店番してたんだよ、そしたら卯の花の桶の向こうからぬっと手が出たんだよ、あっしゃね桶が化けたんじゃねえかと思ってさ、でびっくりして回ってみるとこの野郎が隠れてね卯の花つまんでんですよ、小便もんですよ、朝っぱらから意味ありや、だからあっしゃね仕返し殴ったんだバカ野郎。いくらなんでもいきなり仕返しをするやつがあるか、お前怪我があったってわけじゃないだろな、この人に怪我があったらどうすんの、まあいいからそっち行ってろバカ野郎、本当にまあお前さん悪かったね、だけどお前さんも良くないよ、このね卯の花ってのは、まあ商売物の一つなんだよ、あまりは売っちゃっちまうもんだが黙って手をつけるってのは良くないな、すんません腹減ってたもんで、じゃあちゃんとおまんま食べたらどうなんだい、卯の花好きなのかい、三度三度卯の花かい、銭がねえです、ああ銭がない、あそうか、俺は気の毒だな、なんか訳がありそうだ、その流しにしゃがんじゃいけないよ、濡れてるからね、じゃあまあこっちおいで、まあいいからおかけおかけ、遠慮することはないよ、あすんませんです、私でできることがあったら何でもさしてもらうつもりだ、話をしておくれでないかな、どうしたんだい、はいお前さん江戸のもんじゃなかろう、はい、甲州です。甲府かい？ああ、そうか。私も知り合いが何人かいるがね。で、この江戸へ出てきたというのは？はい、わし小さいうちに二親亡くしまして、一人っ子でございます。おじさんのもとで育てられやして、そのおじの言うには、甲府なんてところは山国でなかなか出世のできねえところ、それよりも江戸へ出てって奉公ぶって出世した方が墓の下の二親喜ぶ米中でわしに路銀くれたでがす、わしありがてえと思いやして国立ちやした、途中身延部回っておそっさまに五年の願かけやしてね、はい、で昨日江戸へ入りました、まあ大層白くて人がどっさりいて、まあ国元で江戸行ったら浅草へ行ってみろって言われております、観音様があってえらく繁盛しているって行きやした、驚きやした、まあ仲見世中ところはもう人で一平でございます、キョロキョロして歩いておりますと、いきなりわしにドーンとぶつかってきたものがあるで、でその時気ぃ遣ばよかったでがすが、後でお堂の目行ってお賽銭あげようと懐に手入れてみますと財布がねえです、はい、すりにやられたようでございます、
お賽銭あげることできねえ、おまんま食うことできねえ、宿を取ることをできませんで、仕方ありません、一夜はお堂の下で明かしやした。で、今朝方そこを出てあっちうろうろこっちうろうろしておりやして、ここまで来ると桶からえかく毛布ができておりまして、うまそうなもんなんでつい手出しました。すんません、勘弁しとくんなさい。そうか、そら気の毒だな。金庫聞いてたろ、見ろ泣いてやる。お前さんね、金庫はお前さんの話聞いて泣き出した。まあな、乱暴な男だが勘弁してやっとくれ。金庫どうだ、今さら手を挙げようて心持ちにはならねえだろ。これを言うんだよ、早まっちゃいけねえってな。お前さん今身の部位回ったと言ったが、お前さんホッケかい。はい、ででホッケでございます。そうか、こら嬉しいな。私もねホッケの塊なんだがね、今日はちょうどお会式だ。同宗の人にこうやって会うというのも何かの縁だな。そうか、よしよし、じゃあお前さんね、あのいいから上がんな。まあまあいいから上がんな。おっか、あのな、同宗の人が腹減らしてるってんだよ。うん、おまんま、何でもいいから、あの今朝炊いたろ、おまんまあるだろ。よしよし、それですぐ、ああ精進物でいいから支度して、さあさあいいからこっち上がる。おっか、早くしろ早く、さあさあこっち上がんな。え、何、うん、挨拶をする。いいよ、腹減ってんだから、な、挨拶なんてしなくたっていい。これはうちのかか、どうしても挨拶する田舎の人ってのは物語な。うん、何、お鉢にお目にかかります。あ、相当腹が減ってんだね。お鉢にお目にかかりますって、挨拶してやら。ああ、構わない構わない。おか、どきな、どいてやんなよ。バカだな、つきっきりでお前お給仕しようってえのか。そりゃいけねえんだよ、初めて知らねえうち上がったんだぞ。そばにいられてみろ、おかわりもできねえじゃねえか。あ、お鉢当てがっときゃいいんだよ。それより俺にお茶入れとくれ、早くしとく。俺に早くお茶入れろってんの、離れろよお前。お前やっぱり何か男は分け方がいいのか。たりがま女だな、早くしとくれ早く。はいはい、あ、金庫お客様だよ。えい、おいでなさいまし。はい、あのお豆腐を。お金庫、お豆腐だ、あの二丁だ。あ、いやいや、二丁二丁。そちらは生揚げ。はいはい、ありがとう存じます。お嬢ちゃんは、うん、油揚げ。ああ、お釣りだな。おい金庫、あのお釣り落とさないようにちゃんと握らしてやんな。なかなか繁盛するお豆腐屋さん。と言いますのが、この親方がチャキチャキの江戸っ子で面倒見がいいということで、まあ隣町どこじゃない、そのまた隣町までえらい評判ということで。親方ごちそうになりやした。ああ、いいのかい、食べたのかい。ああ、そこどこ行くんだ、お鉢抱えてどこ行くんだ。そこ置いときな、あとかかんがやるから。え、お鉢を洗います。お鉢を洗う。おっか、今朝おまんまどのぐらい炊いたんだ。おい、いつもの通り。俺はまだ食ってねえんだぞ。おい、この人残らずやっちゃったよ。なんだよ、この人助けて俺餓死しちゃ合わねえな。おい、あほら、江戸っ子のシャレだよ。え、いや嫌味じゃないんだ、シャレだよ。あ、気にすることはない。まあまあいいから、そこへ置いときな。で、こっちへおいでな。まあ一服おし、タバコは吸わない。ああ、そうか、うんうんうん。酒はどうなんだ。うん、やらない。へえ、やりそうな顔してるがな。そうか、じゃあまあお茶でも飲んで、また話でもしましょうね。で、お前さん、これからどうするつもりだ。はい、吉町行きやすと口入れ屋さんがあるってことを聞いてます。で、そこで奉公口探してもらって。ああ、奉公するか、えらいね。初めて江戸へ来てすりに出っくわしたんだよ。定芸のもんは気遅れしてまた国帰っちまうもんだがね。
そうか、江戸で奉公する、どういうところへ奉公したいんだい？どこでも構いませんで、わしのようなもの使ってくださるなら。ああそうかい、どこでもいい。じゃあお前さん、これも何かの縁だがね、豆腐屋に奉公してみる気はないか？わしがですか？こちらで？そうなんだよ。というのはね、こっちもありがたいんだ。お前さんの頭を殴った金庫、乱暴だがね、働き者だよ。見込まれたのかな、他の大きなお店からね、金さんをこっち回してくれないかって、頼まれてんだよ。やつも向こう行った方が出世は早い。だけどな、やつが行っちまうとこの店あと困るからね、じゃあ代わりのものができるまで、ちょっと待ってくださいって向こうを待たしてある。お前さんが奉公に来てくれれば金庫も出世ができて、私も助かる。どうだい、嫌かい？はあ、わしのようなものに豆腐屋ってなできますかね？まあな、初めての商いだから、まあ教われば普通はできると思うんだが、朝は早いよ。構わないかい？おお、ならいいや。じゃあ花のうちはね、まあこの辺でうろうろして見て覚えておくれ。したらね、出来上がったものを担いで売って歩くんだがね、天秤担げるか？なんとか。そうか、じゃあ売り声だがね、まあ大体豆腐の売り声ってのはどこでも同じだ。豆腐生揚げがんもどきとやってるがね、がんもどきはいろいろ中に入れるんだ。ごぼう、人参、ところによっちゃけしを入れたりな、しそ入れたりなんかするがね、私んところはね、ごまをどっさり入れている。まあ人間にごまってのはね、結構なもんだっていうことを聞いてね、ごまをどっさり入れてるんで、生揚げがんもどきはそれはね、取っ払っちまってね、ごま入りがんもどきとこうやってる。これが売り物なんだがね。じゃあまあ手っ取り早くここで私が売り声やって聞かせるからな。じゃあこのキセルをな、天秤に見立ててな、こうやってこう担いでな、売り声だ、聞いてんだぞ、いいか。腹から声を出してな、豆腐ごま入りがんもどき、どうだ、できるか？はあ、困ったような顔してるな。できるだろうが。じゃあここで稽古をやってみます。おお、やってみるか。じゃあキセルを貸すから担いでやってごらん。はい、やりやす。声がなかなか出ないね。なんか金魚みたいに口だけパクパク開けてるがね、それじゃダメだ。恥ずかしさ忘れなさい。思い切ってね、こう売り物を声に出してごらん。はい。宇の花、食べたからってそれ売ってあることはないよ。豆腐だ。はい。豆腐ごま入りがんもどき、なんか病人が売って歩いてるようだな。まあ慣れりゃそりゃできると思うがね。ああ大丈夫だ。だけどお前さん、まだ売り声は無理だが、担ぎっぷりはなかなかいいな。はい、毎日小板が OK 担いでましたから。あ、そのせいなのか。そうかそうか、じゃあ一つ頼みますよ。いいな。お頼申します。あ、そうだ、お前さん名前なんてんだ？伝吉っちがす。伝吉、もういい名前だね。うちはね、私とそれからおっかあとな、娘が一人いる。お花ってんだがね、まあわがままな娘だが、一つ妹分のつもりで、仲良くしておくれ。じゃあ明日の朝から、いいかい？今日はね、早寝しまって構わないからね、頼むよ。はっ、よろしくお頼もします。翌朝、暗いうちに起き出して親方の仕事っぷりを見ておりました。できましたものを天秤で運び出そうって、慣れない腰つきで、豆腐ごま入りがんもどき、売って歩きました。
この伝吉ちゃんってえな、田舎の人に珍しい助才のない人。子供たちが泣いていると、ああ、坊や泣くてね、おじさんをおんぶしてやる。長屋でおかみさんが洗濯などをしてると、ああ、待ちなせ、今水汲んでやるだから。馬が荷車引っ張ってると、馬どきなせ、わし引っ張るからって言ってる。それほどじゃありませんが、まあ、ですから長屋のかみさん連中の評判のいいのって、ほら、当然ですよ、ちょいと。今晩おかず何にすんの？お豆腐。そっちは生揚げ。そう？じゃあね、他ので買っちゃダメよ。あの伝吉さんよ。あの光神様。そう。光神様が来たらみんな一斉に買うの。わかった？あ、じゃあそうするから。ちょいと、光神さんがお見えになったわよ。キャーってんでえらい評判ですよ。おか、針仕事をもうよしな。夜針持たねえ方がいいぞ、目悪くするからよ。それよりさ、お花どうした？姿見えねえな。うん、神さんに行った？よく行くね、この説。何の別をお経験してどうすんだよ。いや、お花に用じゃねえがさ、おっか、伝吉には当たったな。あれから4年になるが、まあよく働いてくれる。こっちは楽ができて嬉しい。また評判がいいよ。うん、言葉なんざもう江戸もんだな。うん、こないだもな、酔っ払いが若い女からかってんの見て、なんちゃんでバラバラやなんていい短歌切ってたよ。うん、甲州のものとは思えねえ。この頃江戸っ子の方が情けねえんだよ。うん、何言ってやんでベロボーめえなんて江戸っ子がいてね。ああいうのは嫌だよ。伝吉の方が江戸っ子だ。うん。それにな、ゆうべだよ、俺は感心しちまった。ちょっと冷えたろ。うん、二度ほどはばかりに行ったんだよ。で、二度目だったな、用を足して手洗おうかなと思って雨戸を開けたんだ。したら裏の井戸で水汲む音だ。はて、この寒空に誰が水なんぞ汲んでんのかって透かしてみると伝吉だよ。え？すっぱだかになって冷たい水をたーちゃー何杯も何杯も浴びてんだ。で、おそっさまに拝んでんだよ。どうかこの家の商売が繁盛しますように、家内安全にお願い申します。ついでに私が出世できますように。人間ってのはどうしてもてめえが先に出るもんだよ。それを抑えてさ、な、俺たちはこの商いをお願いいたしますって拝んでくれるんだよ。俺は思わずパラッとして手洗うの忘れちまったよ。大した男だ。なおか、ほら、その時ふっとも思ったんだが、お花だよ、年頃だろ。まあ一人娘だから養子を迎えなくちゃいけねえんだが、俺はね、そんじょそこらの養子は嫌だ。伝吉なら間違えねえと思うんだが、おっかどうだろうな。私も常々そう思ってました。あ、そうか、そうか、んなら早えや。よしよし、じゃあ意思めっけて祝言でもあげて。ちょいとお待ちよ。肝心の伝吉が何というか分かりませんよ。伝吉がおめえ嫌だってのか。ですから何というか分かりません。分からねえったとおめえこんないい話はねえだろ。でも聞いておりません。聞かなくたって分かってる。おめえ伝吉、伝吉いねえか。はい、親方こっち来い、この野郎。てめえ4年前のこと忘れたか。お前、宇の花つまんで亀甲に殴られて、お花のどこが気に入らねえ。お待ちなさいよ。まあ、なんですね、お父っつぁんは気が短い。伝吉、ごめんよ。お父っつぁんカッとなると何が何だか分かんなくなっちまうんだよ。いえね、今お前さんの話が出たの、よく働いてくれるってね。水を浴びておそっさまにお願いしてんのもお父っつぁん見たんだって。
でお花だよ、そろそろ養子をと思ってんだけど、お父っつぁんの言うにはね、そんじょそこらの男はダメだって、伝吉なら間違いないとこう言ってんだが、私もそう思う。だけどこっちで決めたってね、仕方のないことで、肝心なのはお前さんだ。どうだろうな、お花を女房として迎えておくれでないかい。はい、はい、お任せいたします。お任せいたします。私はそういう言葉嫌いだよ。これはお前さんのことなんだからね、遠慮せずはっきり言っとくれ。嫌なら嫌、いいならいいとね。どうだい、4年前親方おかみさんにしごわれました。そのご恩返しも何一つできておりません。なのにお花さんと一緒になれるって、こんな嬉しいことありません。よろしくお願いします。いいのかい、いいんだね。お父っつぁんご覧の伝吉は二つ返事ですよ。だっておめえがおめえなんか脇で言うからな、伝吉悪かったな。いいよ、俺はもう笑っからちゃんと落ち着いてたんだけど、かかあがな。おうか、いいのか。でもおかよ、お花はどうなんだい。え、今みたいにこんがらがるようなことないんだろう。大丈夫ですよ、聞いたのか。聞いております。じゃあおめえこんがらが大丈夫ですよ。こないだね、お花がなんか針を持ってんですよ。おや珍しいと思って、何を塗ってんだいって聞いたら、真っ赤な顔をしてそれを後ろへ隠しました。なんか俺の着物かなんか。そうじゃありません、伝吉のですよ。え、お花が、おい、もうそういう風に手回してんのか。おい、ほいえな、もうかんなら間違えねえや。そうか、いやありがてえな。うん、お花と伝吉が一緒になるとなると、おか、おめえはもうババアだな。どうだばあさん、嫌ですよ、ばあさんだなんて。まあ、なんです、じいさん、お返しが早えな。いい日をめっけて小さな祝言をあげました。さあそうなると伝吉は今まで以上に働きました。その働きっぷり自ら手帳に残しておりました。雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、東に気持ちいい子供がいれば行ってやっこに切ってやる、西に疲れた人があれば行ってがんもどきを煮て米を取る、南に貧しい人がいれば行って銭はいつでもいいと言う、北に肉やハムがあると危ないからやめろと言う。みんなから光神様と呼ばれ、えばりもせず高ぶりもせず、ひたすら天秤を担いで町々を売り歩く、私はそういう豆腐屋になりたいって、こう書いてあるからしょうがないです。さあ小金がたまりましたんで、近くの長屋の空き棚を買い取って、そこを両親の隠居所、店の方は若夫婦二人で切り回すことになりまして、伝吉邪魔するよ。はい、お、お父っつぁんおっかさんも一緒ですか。お花、お父っつぁんおっかさんだ、あのお茶入れてからお座布を。いいんだいいんだ、秋音の邪魔したくねえからな。いや別に用があって来たわけじゃねえんだよ。うちにいてもばあさんとにらめっこじゃな、喧嘩のもとだから。うん、散歩に出るっつったらばあさんついてきやがってさ。お花二人で散歩したよ。どうしても足は店の方に向かな。ああちょっと下休みだ。だけどなあ伝吉、おめえよく働くな、体壊しゃしねえか。馬だって何も年がら年中物を乗っけたり引っ張ったりしてるわけじゃねえぞ。たまにはな、広々としたところで草をはむっていうことがある。これが体休めるもとだ。お前も少し休ました方がいいと。それにな、これは小言じゃないがね、お前さん硬すぎる。
硬いのは結構だよ。だけどね、少し柔らかみもないと秋ねえにならねえんだよ。うん、こないだお客様がお前さんにシャレ言ったらお前さん怒ったってね。ああ聞いたぞ。お客さんが、電吉さん豆腐の方からよく来ますねっつったらおめえなんつった。豆腐の方からじゃありません、遠くの方からです、あなたはなまりますってこう言ったそうだな。なやぼなことを言うなよ。向こうは豆腐の方からとシャレ言ったんだからね、おかげで豆でございますぐれいなこと言ってごらんの。あこいつはシャレがわかるってんでまた豆腐が売れるんだよ。それからまだあったな、お客さんが、電吉さん今何時ですかって言った時にお前さんさあっつったそうだな。まあ確かに知らなかったんだろうけどね、さあだけじゃさ雨が降ったわけじゃねえんだしね、そこへシャレでね、豆腐屋なんだから、がんもどきでございますぐらいなこと言ってごらんよ、また売れるんだよね。これが秋ねえだ。だからたまには落語を聞いた方がいいな。どうだい、はい、体休ませろ。では甘えさせていただきたいんですが。おお構わない構わない、4日か5日お暇をいただきたいんですが。なんだよ泊まり込みで落語聞きに行くのか。国を出まして5年になります。おじさんには手紙はちょいちょい出しておりますが、会ってお店の話もしたいし、それからお卒様にがんほどきをしたいんですが。そうだったな、おめえがこれまでになったのは、まあおめえの力もあるだろうがお卒様のご利益だよ。5年のがんをかけたんだろ。ああがんほどきしなくちゃバチ当たる。ああ構わない構わない、言っといて言っといて。となりますとこの店は構わないよ。また俺は店へ出て働かん。昔取った絹塚だよな。お花と一緒になって働かんな。お花なんだお前そこでブツブツ言ってんな。え何、うん電吉さんにおじさんなら私にもおじさんだ。うる当たり前だよ、一緒になったんだからおめえのおじさんにも当たるん。うんおじさんに会いてえ。ねえねえおじさんなんだどうだっていいんだろ、電吉と一緒に生きてんだろ。ああ構わない構わない、よしよし、じゃあ電吉二人で行ってきな。そうなりますとあのお店が空っぽに。いいんだよ、だったら、ばあさんと一緒にな。ばあさんまた昔の通り二人で店。おめえもなんかブツブツ言ってるな。何電吉におじさんなら私にもおじさんだ。おいおいおいお前まで何か言うんじゃないよ。お前おじさんに会いてえ、しょうがねえババアだな。お前若い者二人で出かけるのにおめえがのこのこついてってどうすんだよ。お前なんか焼き餅焼いてんじゃねえのか。え大地お前人のこと焼く年じゃないよ、そろそろてめえの骨を焼く年なんだから。少し気をつけろ本当に。まあなんだろう、まあ構わないから行ってきな、二人で店はやるよ。そうですか、ありがとう存じます。いつ立つんだ、早い方がいいと思いまして、いかがでしょうか明日。おお構わねえ構わねえ、じゃあ立つんだったらな、身支度をしてうち回っとくれ。でうちから立つということにしてな。ばあさん立ち祝いになんか赤飯かなんかふかしてな。じゃあ一つ朝頼むよ。はっかしこまりました。カラスカーで夜が明ける、二人揃って旅装束。おはようございます。おはようございます。おお、ばあさん揃ってきたよ、支度はいいか。さあさあ上がって、あの立ち祝いだ。うん、ああ、きれいに、まあ旅装束でこれからすぐ汚れちまう、もったいねえな。え行かずにしばらくここにいるってわけにはいかねえな。無理言ってるよこっちはな。そうか、うん、じゃああのいいかい、うん、じゃあ電吉あのおこわ食べてな、から食べながら聞いとくれ。これなおじさんに手土産ったってこれから持つのも大変だから、どっかでなんかいいのあったら買っとくれ。うんそれからな身の部位回るだろ、うんお卒様によろしく言っとくれ。私とばあさん
一日でも長生きできますようにってお賽銭だ。頼むぞ。うん、はい。からばあさん、お花になんか言ってやることねえか。あのね、お花、男は外へ出ると何をしでかすかわからないよ。気が大きくなって。いいかい、目を離すんじゃないよ。目離したら大変だよ。私もずいぶん苦労した。おい、ばあさん、何を言ってんだ。旅立ちにバカだな、本当に。おい、伝吉、箸下ろして何考えてんだよ。え？もう入りません？入りませんとって、まだおかわりしてねえだろ、お前。食べな、食べな。無理です。5年前はずいぶん食ったぞ、お前。お箸を平らげたんだから。え？腕は落ちたな。ダメかい？でもばあさんが喜ぶんじゃな、あの立って二三遍ピャンピャンって跳ねてごらんと隙間ができるから。お父っつぁん、私茶袋じゃありませんので。このやべ、シャレが分かるようになったね。茶袋じゃねえって小言が聞いたかな。うん、これは嬉しくなった。よしよし、無理しねえ方がいいや。これからすぐ歩くんだからな。お腹が痛えなんてことになると往生だ。よしよし、それでいい。うん、いいよ。じゃあ忘れもんねえか。あ、じゃあな、気をつけて。あ、道中ごまの灰だ。釣りは江戸だけじゃねえぞ。気をつけてな。分かったな。よしよし、じゃあ行ってきな。じゃあお父っつぁん、おっかさん、行ってまいります。ちょいと、おみっつぁん、おさくさん、出ておいで。大変だよ。どうしたの、パパパパ言ってさ。大変だよ、光神様。出かけんの？ほら、出かけるだろ。ただのお出かけじゃないんだよ。お花さんがぴったりくっついて二人でさ、どっかへ旅に出るようだよ。あら、ほんと？あら、いやだ、ちょいと焼けるね。あら、まあほんと大変だ。皆さん出ておいで。とに、まあどこ行くんだろうね。伝吉さん、お揃いでどちらへ？甲府お参り願報堂。